はい、それでは市長定例記者会見を始めます。本日の発表項目は地域づくりパートナープロジェクトの指導について、それと地下鉄南北線の新型車両のデザインの決定について以上2点でございます。それでは市長お願いいたします。はい、おはようございます。地域づくりパートナープロジェクトを今年度から始動し、その一環としまして女性事業を募集いたします。お知らせさせていただきます。市民の皆様方が心豊かに安心して暮らせる地域づくりこそがまちづくりの基本であります。一方で少子高齢化の進展など社会情勢の変化に伴って地域の抱える課題というのは複雑さ多様化をしていると思います。私ども行政だけでは解決が難しい課題もございますけれども、地域の皆様方の実情をより身近に感じておられる方々、活動されている皆様方と力を合わせていくことで解決に向けての流れを加速するとともに地域の新たな成長につながるものと考えております。地域づくりパートナープロジェクトは地域づくりに頑張っておられる皆様と私ども行政が手を携えてさらに多様な主体の知恵と力をつなぎ合わせて連携の輪を広げながら共に課題の解決を目指していくものでございます。地域の特性に応じた課題やテーマに取り組む未来につなぐ地域力推進事業とそれらをバックアップする地域づくりパートナーサポートの2つの柱で構成をいたします。このプロジェクトの一つとして地域づくりパートナープロジェクト推進女性事業の募集を行います。募集期間は今日から6月30日までです。地域課題の分析や複数の団体が連携共同して行う取り組みを対象とし地域づくりの段階に応じて3種類の女性を予定しております。女性の上限は最大で300万円です。申請をされる場合には事前にご相談いただきたく存じます。この女性を活用した多くの取り組みが生まれることを、大いに期待いたしますとともに、地域づくりパートナープロジェクトを通じてこれらの取り組みがさらなる波及効果をもたらして誰もが生き生きと暮らし活躍できる仙台の街の実現を目指してまいります。まずは地域づくりパートナープロジェクトを指導するというお知らせでございました。次に令和6年度から運行の予定でございます地下鉄南北線の新型車両のデザインが決定いたしました。お知らせをいたします。決定いたしました車両のデザインはこちらでございます。3種類のデザイン候補から市民の皆様に投票いただきました。投票総数はおよそ1万3000票でございます。そのうちおよそ半数の票を獲得し地下鉄南北線沿線の小学6年生の投票においてももう最も人気のあった車両のデザインがこちらでございました。この新型車両は来年度から作成に着手し令和6年度から運行を開始する予定です。投票へご参加いただきました多くの皆様方に改めて感謝を申し上げます。またこの新型車両がご高齢の方からお子様まで多くの市民の方々に親しまれ続けることを願っております。私から以上です。はい、それではまず地域づくりパートナープロジェクトについてご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手の上報道機関名と氏名を述べていただいた上でお話しください。またマイクの使用についてもご協力をお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ。各進行係です。よろしくお願いします。すみません、ちょっと後ろの方の資料まで読み込めていないんですけれども、この、募集なんですけれども、応募するのはどういった方になるんでしょうか。というのも、
こういう課題を解決してほしいと地域の方とかいたりとか、この地域でこういう活動をしたいですという方たちになるのか、こう どういった方がこうコンビニ募集する応募するということを想定されているんでしょうか。例えば今でもですね、いろんな方々が地域で活躍をされております。町内会をはじめとする団体の方々、それからまた NPO の方々、多くの皆さんたちが自分の地域をより良くしていこうとご活躍をいただいているわけです。そのことについて改めて感謝申し上げたいと思いますが、そういう皆さんたちの活動をさらに段階を上げていく、あるいは地域に眠っている課題をですね、一般の皆さんたちがここをこういうふうにしていくべきではないだろうかという気づき、これらを集めたいというふうな気持ちもございます。そういう意味ではですね、この資料にもございますように、それぞれの地域づくりの段階に応じて募集をさせていただくということにさせていただいております。そのお申し込みをいただく団体の皆さんたちですけれども、これはそれこそ町内会の方、さまざまな地域団体の方、それから NPO の方、いろんな団体の方々ということになります。よろしいでしょうか。他にご質問よろしいでしょうか。どうぞ。科学新報の古賀です、はい。仙台市はですね、市民共同っていうことを長年やってきたと思うんですけど、これまでの取り組みとどのあたりが違うのかっていうご説明いただけますか。そうですよね。仙台は市民共同の町というふうに言われて、もう久しいことになってます。多くの市民の方々が行政と手を携え、あるいはまた市民の皆様方同士が手を携えて、いろいろな事業を始められたり、あるいは何でしょう、行政も巻き込んでさまざまなものを獲得してこられた町でもあります。今回この事業を行いますのは、これまでも頑張ってくださっている方々大勢いらっしゃるわけですけれども、今地域の中で、顕在化している課題、あるいは潜在化している課題、さまざまあろうかと思います。それをどういうふうに解決に結びつけていくのか、いろいろなステージで、取り組みをしてもらいたい。そしてそのことがですね、実行例として成功例として、広く、横展開をできるようにしていきたい。そのことが町の元気につながるというふうに思っているんです。そういう意味で、何が違うのかというふうなことですけれども、これは地域の皆さんたちが行政の力をちょっとだけ借りて、自分たち の地域を良くしていこうという意欲を持った方々、その方々を行政として後押しをするという、そういう形でしょうか。うまく伝わったかしら。うまく伝わった。今までもこういう補助金ってあったと思うんですよ。その何ていうんですかね、その掘り起こしからやるっていう、そういう初期段階からサポートするっていう、そういうイメージでいいんですか。いろんなステージがあると思うんですね。初期段階の何でしょうか、目を見つけていただくというところもあるでしょうし、あるいはもうすでにいろんな形を作っているけれども、もう少し展開をするにあたって、何でしょうかね、力を与えてもらいたいというふうな実践の段階にあるものもいろいろだと思うんです。それも合わせてですね、何でしょう、お力を共に携えてやっていこうという、そういうことです。今までのですね、補助金だとなかなか一過性で終わってしまうというかですね、そういった問題も、課題といいますか、地元の団体っていうのは自分で収益事業を上げていかないと継続を持って活動できないってことがあったと思います。それは収益事業をこうどうやって作っていくかっていうことに関しては必要だなと思います。そういうふうにつながっていくっていうことがこれからの社会では重要じゃないかと思ってるんです。今
行政が先頭に立ってこういうことをやっていきますというだけでなくってですね、地域の中からこういうふうな形で、なんでしょうかね、事業を展開することによって、いろんなそこにまた雇用も生まれてくるかもしれない、あるいはさまざまなアイディアが広がっていくかもしれない、そういうことがですね、町全体を活性化する、元気にさせていく、まさに市民の皆様方の力、これをさらにつけて一緒に行きましょうという、そういう気持ちです。はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では続きまして、地下鉄南北線の新型車両デザインについて2点目いかがでしょうか。ご質問よろしいでしょうか。はい、それでは発表した事項以外でご質問がありましたらお願いをいたします。NHK さんどうぞ。 NHK の東田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月末にですね、時短営業の期限を迎えます。改めて解除の基準っていうのは市長どういうふうにお考えになっているのか教えてください。まん延防止と重点措置が解除されて1週間でございます。新規感染者数というのは下がってきているものの、下げ止まりで、うろうろしているっていうんでしょうか、くすぶっているっていうんでしょうか、そういう状況です。加えて病床を使っているその率も高い状況が続いています。決して安心できるレベルではありませんし、また変異株N501Y も顕著に出てきておりまして、この間直近 のものでは9割以上N501Y が確認をされております。そういう中で、おりますと、やはり大阪の状況ですとか、あるいは北海道の状況ですとか、いつここの地域でもそのような爆発的な感染に結びつかないとも限らない、いわゆる緊張感を持って今いるところでございます。そういう中で本当に厳しい中ご協力いただいている事業者の方々にはいつになったら解除されるんだろうというお気持ちでおられると思うんです。ただ私はですね、やはり市民の皆様方の命と健康と、そしてまた医療崩壊を招かないためにも、どこまでこういう状況が改善されるのか、これを見ていきたいというふうに思っております。つまりは、今ステージ3の指標がいくつかありますけれども、これがステージ2に下がって、そしてそれが瞬間的にではなくって、あ、落ち着いたというふうに実感できる、少し継続ができるという、そういう状況がありませんと、なかなか難しいんではないかというふうに思っているところです。ステージ3以下、ステージ2になるということですけれども、今でもですね、確保病床使用率ですとか重症者、特に仙台県はまだこれだけ感染者数が減ったにもかかわらず、30% を超えるところで推移している。このままの状況だと、やはり今月末っていうのは難しいというご認識でしょうか。まだそれはしばらく時間がありますので、ここでそうだろうというふうなことは申し上げ、ることはできないものです。ただいろいろな状況を見ながら決断して判断していかなくちゃいけないというふうに思っているところです。しっかりと下がった状態で解除するっていうところが非常に重要だっていうことを以前からお話になっていると思うんですけど、まさにそうだなと思っていまして、ただ 30% を超える今の数字の状態ではやっぱり解除の基準には満たさないという認識で改めてよろしいんでしょうか。その通りです。医療の現場は本当に厳しいというふうに思っております。少しでも余裕ができること、その段階までやはり下げることが必要なんだというふうに思っています。まだ時間がありますけども、いつまでに最後は判断をしたい、または県にご意見を
言いたいっていうことをお考えなんでしょうか。今の状況は5月の31日までです。県市の独自 の、 その緊急事態宣言の期限が来るのはその日でありますし、また全国的にも緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置の期限も大体合ってるわけですけれども、仙台の状況がまずどうなるのか、そして全国の状況がどうなるのかも含めて、いずれこの時期を前にですね、いろいろご相談しなくちゃ、知事とご相談しなくちゃいけないと考えています。非常に市長、市民の命ということを大切にされているなというのはご発言からも読み解けるんですけども、そうするとやっぱり再延長というのも選択肢としてはあるんでしょうか。ここも今の段階では何とも言えませんけれども、もうしばらく様子を見させていただきたいと思います。そうすると期限を切って解除する、そして再延長という、まあ、2つの選択肢があると思うんですけど、まあ、両方の選択肢は残しておきたいというご認識なんでしょうか。これもなかなか今東田さんがおっしゃったのは2つなんですけれども、いろいろな考え方はあるんだろうと思うんです。例えば、どうしてももうしばらく時短営業をお願いしなくてはいけないという段階でも少し時間をどうしていくのかですとか、そういうことも考えうる、まあ、選択肢としてはいくつか持ってはいるところですけれども、もうしばらくとにかく様子を見なくちゃいけないと考えております。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。どうぞどうぞ。私の東です、はい、すみません、関連してなんですけど、先ほど市長ですね、はい、継続的に下がった状態ということをおっしゃっていたんですけれども、これ期間としてどれぐらいをイメージしてらっしゃるのかっていう、まあ、あるいは何か指標みたいなものを想定あれば教えてください。これは1日だけ下がったということでもなかなか厳しいのは皆さんも理解していただけると思います。2日だったらいいのか3日だったらいいのかっていう、これもまたすごく頭の痛いところだとは思いますけれども、全体的にですね、さまざまな状況を見ながら、こうであるならば大丈夫ですねと言えるならばということだと思います。今も、一桁の日もあれば二桁になったり、二桁でも少し多いなと感じる時もあったり、さまざまなところをこう行ったり来たりしている状況です。これをどういうふうに判断していくのか、専門家のご意見もですね、やはりいろいろ聞いた上で、また医療現場の状況も伺った上で判断していかなくちゃいけないと思います。すいません、重ねてなんですが、例えばですね、ステージ2の指標がですね、1週間続いたらばとか2週間続いたらばとか、何かそういったスパについてのイメージっていうのはどう思っていたらいいのかなと思いました。これもどうですかね、これまでの感染状況のグラフを皆さん思い出していただきたいと思います。そして時短要請をして解除してどうなってきたのか、この辺を考えるとですね、非常に今東さんおっしゃったのもすごく難しいところではあるんですね。やはりしばらくとにかくこの新型コロナウイルスワクチンというのは変異も様々していて、人類に挑戦を挑んでるわけです。それをですね、私たちがワクチンの開発もいろいろと進んでいるところでもございますけれども、まずは今承認をされているワクチンを打っていくということ、感染を拡大させないための取り組みというのをやはり総力を挙げて、国を挙げて、あるいは世界を挙げて取り組まなくちゃいけないものだと思っておりまして、今ここで私がこうであるということを申し上げることはなかなか難しいと思います。ご質問いかがでしょうか。どうぞ。
関さん、橋本さんと申します、はい、その昨日から始まりましたですね、ワクチンの個別接種についてお伺いしたいんですけれども、個別接種、受付ですね、あ、受付です、はいはい、昨日受付が始まりまして、多くの高齢者の方が予約されたと思うんですけれども、さまざま一部コールセンターがつながりにくい時間帯が発生したりですとか、いろんなことがあったと思うんですけども、市長は昨日の様子をどのようにご覧になっておりましたか。私は公務で民配だったんですけれども、いろいろお話を聞きましたらば、クリニックそれぞれのところで予約ができましたよというようなご報告、また大きな混乱というのはなかったように報告を受けております。それぞれ個別個別でいろんなご苦労はご高齢の皆さんたちあったんだろうというふうには思いますけれども、まずは比較的落ち着いて、予約が取れたのではないかというふうに認識をしております。ありがとうございます。一方で医療機関を取材しますとですね、どこかで連絡ミスがあったのかもしれないですけれども、例えば、市からワクチンが何日にどのぐらい届くっていう目安が示されていなくて困惑しているっていう医療機関の方もいらっしゃって、そのような市からその明確な指針が示されてないのではないかという声も一部に上がっていたんですけれども、そのようなところについてはどのようにお考えでしょうか。これは多分医師会の中でもいろいろとご協力をいただいているんだと思います。基本的にはクリニックで接種が可能な人数、これを受付をされていて、それについては確実に仙台市としてワクチンを配送させていただく、お届けさせていただくということですので、もしかするとそのクリニックの先生のご認識がうまく私どもの考え方が伝わっていなかったところがあったかもしれません。しかし順番としてはですね、私どもがいくつ接種する分をあげます、差し上げますのでということで予約を取っているということではありません。逆に受け付けていただいた分をしっかりお届けさせていただくという、そういうシステムというんでしょうか、そういう流れです。はい、ちょっとさせていただきます。一部医療機関の方で、そしたら浸透しないのではないかという、ちょっと先ほどのご指摘も受けたんで、昨日医師会さんと話をさせていただいて、改めて、今市長が申し上げたシステムで動いているというのは、再度各会員さんに、周知させていただいて、間違いなくするようにということを昨日医師会さんと、協議してきました。その後もそういうことないように、徹底していきたいなと思います。一方で大規模接種会場、今月中の開始を、今月下旬の開始、まもなく下旬ですも示されていると思うんですけれども、これについて今お話しできることはありますでしょうか。最終段階の詰めをやっているということで、それ以上のことは申し上げられないところです。結構市民の方もいつ発表されるかって首を長くしていると思うんですけれども、ね、例えば今週中には発表できそうであるとか、そういった目処みたいなものがもしあれば。これも東北大学様、宮城県、仙台市ということで協議を続けているところですけれども、私からいつというふうなことをこの3社で、しっかりと合意をした上ででないと口を開くことはできないということでご理解をいただきたいと思います。しかしそんなに長くお待たせするようなことにはならないように今努力をしているということです。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ。科学振興業通よろしくお願いします。一旦ワクチン接種のことってお伺いしたいんですけれども、個別接種とか、クリニックで接種するわけですけれども、その後もうワクチンの接種がたくさん受け入れると、診療報酬というか、その報酬が結構大幅に下がってしまうのではないかと、そういうクリニックの懸念もあるんですけれども、例えばそのワクチンを打った際に、市からその1本例えば打ったときにいくらとか、その補助という制度とお考えになってますでしょうか。これは国の方にもですね、全国市長会
等々も含めてですけれども、クリニックの皆様方が診療をしながら打っていただく場合の1本の接種の単価につきましても、アップをすることを要求させていただいた上でアップしております。そういう意味ではですね、診療機関の皆様方も十分なのかどうかということについて私もよくあれですけれども理解でき及ばないところもあるかもしれませんけれども、一定程度診療報酬としては入っているという、入っていくという認識です。そアップした分というのはいくらぐらいになるんでしょうか。これはこれはあれです、いわゆる休日、夜間とか休日分で、単価が、すみません、細かい数字今持ってきませんでしたけども、上乗せというのが国から示されているのがございまして、1本あたりいくらという話が出ます。すみません、後ほどすみません、細かい数字は後ほど、お知らせして。当初、確か当初、1本あたりいくらということが示された段階でですね、それではなかなか厳しいということで、すでに初めから少し1本あたりの単価もアップされたというふうに認識をしております。はい。で、さらに少し時間外ですとか休日などにはもっとアップするという形で折り合いがついた、国と折り合いがついたというふうに認識しています。ご質問他にいかがでしょうか。どうぞ。すみません、科学新報の布施です。はい、今の質問に関連してなんですけども、はい、仙台市でその診療報酬について例えば、支援する、独自の、事業を展開するお考えというのはありますでしょうか。これはそういうことは考えてはおりません。例えばその協力金といった形でですね、考えるということは検討はされてないですか。ありません、ありません。ちょっと補足していただけるし、はい、ごめんなさい、先ほどちょっと単価の話、1本あたりいくらという話にちょっと少し質問いただいたんですけども、単価で確かに国の基準で1本あたり2200円ぐらいだったと思う、すみません、細かいところなんですけども、そこに対して、医師会との協議の上で、1本あたり500円の上増しをするということで、合意が取れてございます。はい、それ以外にいわゆる協力金のようなものをお支払いするという考えは今とございません。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ。すみません、地下鉄の件戻ってもよろしいですか。はい、車両デザイン、すみません、はい、この車両デザインに関してですね、市長はどのような感想をお持ちになっていて、どのような期待をされているかというのを、はい、この、実は3つ の、 候補の中からどれがいいかということで選んでいただきましたが、本当に多くの方々の票を集めました。今日発表させていただいたこの新車両 の、 デザインですけれども、従来の今の地下鉄南北線車両と似ていて、それを少し進化させたというコンセプトだそうです。私もですね、この状況を把握させていただきまして、皆さんに南北線の車両というのが愛されているんだなということ、親しまれているんだなということを改めて認識をするとともに、進化したコンセプト、少し何でしょうか、スマートって言ったらいいんでしょうか、何と言ったらいいのかな、そういうふうにシャープになった、その進化したこの車両もぜひまた愛してもらいたいなというふうに思ったところです。はい、他に地下鉄の車両に関してよろしいでしょうか。はい、じゃあ他に戻りまして、その他の事項につきましてご質問ございますでしょうか。どうぞ。KHB の新田です。ちょっと戻るんですが、大規模接種についてまだ何も言える状態ではないということなんですが、
一応今月中ということで、だんだんそのリミット的なものも近づいているのかなと思って、直前になりすぎるとまたそのちゃんと対象になる高齢者の方々もそのいつだいつだって多分なってくると思うので、まあ、言える範囲、先ほど言えないということだったんですが、もう少し何かこの情報をいただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。近日中ということですかね。いや本当今担当も、本市の担当もそれからまた県の担当者の方々もそしてまた東北大学の皆様方ももう本当寝る間も惜しんで一生懸命に準備に当たっているところです。皆様方も大きなご期待を寄せていただいていると思うんですけれども滞りなく始められるように今一生懸命に頑張っていますので、それこそ血を這うような形で頑張ってますのでどうか一つご理解いただいて、近日発表させていただきたいと思いますのでお待ちいただきたいと思います。なおワクチンについては皆さんに十分行き渡る量を確保しておりますのでこれも合わせてご安心いただいた上で予約をされるようにお願いをしたいと思います。寝るも申しんで どんな準備を今してるんでしょうごめんなさい、これ具体的なところを言うのはなかなか難しいですね。皆様方本当にこれは本当にいろんな、今回のこのミッションはいろんな課題をいかにクリアしていって、市民の皆様方、県民の皆様方のためになるのかというこの一心で取り組ませていただいております。詳しいことは申し述べられませんけれどもぜひご理解をいただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ご質問は他にいかがでしょうか。どうぞ。国新聞浅見です。東京オリパラについてちょっと伺いたいんですけども、全国的にはその開催すべきか中止すべきかというような、大きな議論がある中ですけど、まずは一つ目はホストタウンとしてですね、現在の状況っていうんでしょうか、準備状況も含めて、あるいは今現状どうなってるかっていうのをご説明いただいた上で、オリパラの開催について市長の考えも含めてお聞かせいただきたいです。ご承知のように本市は、イタリア、それからキューバとオリンピック、パラリンピックに向けて、事前合宿を含めてですね、ホストタウンとして協定を結ばせていただいております。そういう中で全国ではホストタウンを中止するという動きもあるというふうに聞いておりますが、仙台、イタリア、キューバとの中で協定を結んでいるということですから、あちらからやめにいたしますということがあれば、それははい、その通りですねということになりますけど、こちらからその協定を破棄するということはできないものと認識をしております。そういう意味では今できる準備は一生懸命にさせていただいているところです。その上で、1年間延長という試練もありましたけれども、選手の皆さんたちもたゆまぬ努力をされて、いろいろな気持ちを抱えながらこの大会に向けて準備をされているんだと思います。そういう選手の皆さんたちの気持ちを考えますと大会を開催できたらそれはいいなというふうにもちろん思っているところでございます。しかし一方で現時点で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置あるいは本市においても独自の緊急事態宣言が出ているなどいろいろな感染状況の変化などもございます。変異株についてもいろいろ報じられているところでもございますし、国民の皆様方の中には不安をお持ちになっている方々も多くいらっしゃるというのも報道で、承知をしているところです。非常に難しい中ではありますけれども国に対してあるいはオリンピック委員会に対してもですね、開催するということであるならばどんなふうな対策を取るのか、
そしてまた、どうであれば安全と考えてそのようにされるのか、しっかり お示しをいただいた上で、行うべきだろうと思っております。それがやはりオリンピックに参加される方々にとっても敬意を示すことになるんじゃないかと思います。確認ですけれども、そうすると現時点でイタリア、キューバから事前合宿は取りやめにするというような情報、あるいは連絡っていうのは特に入っていないと。昨日の確認の段階では今日はいませんよ、いませんけど、いくつかは ストップかけたところもあったようですけれども、でもまだその流れということについてはぜひ状況を見て、よろしくお願いするというような状況だそうです。なので異論なく対応していかなければならないねというふうに話したところです。いくつかはストップかけたのかよくわからない、ごめんなさい、詳しくは今日によってはっていう、そうですね、そうですね、それはあちらの方からです、あちらの方から。あ、なるほど。国前提として丸々来ないという連絡が来たわけじゃないけど、はい、そうです、そうです、競技によっては合宿さんに行けないというか仙台に来れないという連絡は入ってはいるんです、はい、具体的には今はごめんなさい、それ担当に聞いていただけませんか。あと、仮にの話になってしまいますが、仮に、事前合宿に来られた場合に、仙台でも、そういった選手、関係者の、医療的ケアというかですね、感染防止に対策として、またスタッフ人員取られると思うんですけど、その余力が今あるのかどうかというあたりの認識も合わせておきます。市民の方に、その方々を率先して優先してというふうなことは私としてはどうなのかなというふうに思っています。他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。すいません、ちょっと話が申し訳ないですけど、大規模、接種に関して、はい、以前利便性の高い場所という話もされていました。やはりその大まかでいいんですけど、どの辺かっていう。いや、そうですよね。そうですよね。皆さんのご関心はやはりそこにも大きく寄せられているものと思います。本当に申し訳ないのですけれども、今最終段階です。ぜひもうしばらくお待ちいただきますようにお願いいたします。それは、仙台市としてこの辺がいいとかですね、そういう提案はされているんでしょうか。それも含めて申し訳ありませんけれども、近日中には発表をできるだろうというふうに思いますので、お待ちくださいませようにお願いします。あとですね、先日が県がですね、認証制度について、はい、飲食店への認証、認証制度について、21日から、受け付けると、発表しました。その点について、やっぱり関係するお店を抱えている仙台市としてどのように受け止めているかお伺いしたいんですけど、これは県が21日から受付を始めるということを昨日正式に発表なさったのも承知をしております。飲食店につきましても、より感染防止対策を徹底をした上で安心を担保し、ご利用をいただくということで、これはある意味大変厳しい中ではありますけれども、事業を継続していただく上でも、そしてまたこういう状況にある中で、利用する側にとっても安心になるんだというふうに理解をしております。そういう意味では県に仙台市としてもできることをしっかり協力してまいりたいと思います。県の方では、その認証されたお店に、プレミアム商品券のようなものを考えているということですけれども、市としても何か考えていることはあるんでしょうか。
県がどのようなメニューにされるのかということも見た上で、必要であるのかないのか判断をさせていただきたいと思います。すいません、最初の方の話に戻って申し訳ないんですけども、はい、時短要請の解除のところで、はい、一番その重きを置く点っていうのは、医療の逼迫度合い、例えばその病床の使用率がですね、そこに重きを置くというお考えでよろしいんでしょうか。いくつか判断する指標が示されているわけですけれども、一番はそこになりましょう。しかしこの感染力が強い、そしてまた重症化する率も高いとされる変異株も確認をされている中にあって、新規感染者の数がどういうふうに推移するかというのもやはり重要な指標だというふうにも認識をしておりますし、非常に難しい判断だと思います。どれか一つということではなく、複数安心できるようなステージ3未満になってしばらく続くことということがやはり最低限の条件ではないかと考えているところでございます。そうしますと、医療の逼迫度合い、あと変異株の、そのあたりがそう中心に見て、継続的にステージ2になっているかどうか判断したいというお考えでよろしいでしょうか。何度もになりますけれども、いろいろなところを見た上で専門家の話も聞かなくちゃいけないと思っておりますし、ここがこうなったからもういいということを軽々には言えないというふうに思っています。はい、ご質問いかがでしょうか。どうぞ。KHB の新田です。はい、変異株についてちょっと伺いたいんですが、はい、最近もうない日はないというぐらい猛威を振るっている、ね、先週まで県の方で、仙台市でも発表してるんですが、県の方でも1週間 の, 検査の割合ですか、陽性変異株の陽性率というのを発表してるんですが、それがどんどん上がっている状況になっているんですが、その受け止めどのようにされてますでしょうか。私もですね、この N501Y が初めて、仙台市内で確認をされて以降ですね、日に日に多くなっていて、今検査にかかっているのは国が 40% というふうに言ってますけれども、それ以上検査再検査してる回してるわけですけれども、そこの中で、16日までの週だったでしょうか、 90% を超えてしまっているという状況にございます。つまりは今までの通常株から、E484K、も多くなった、今はほとんどが N501Y に置き換わったということなんだというふうに理解をしております。これはやはりゴールデンウィーク、含めてですけれども、やはり人々の流れというのがあったことも影響しているのかなというふうにも認識をするところです。なんかそれに、対策といったら難しいことになると思うんですが、その変異株に対するそのこれからの課題といいますか、何かありますでしょうか。これはこの間もお話ししておりますけれども、感染防止対策は基本は同じであると、基本は同じである。しかし感染力が強いということですから、より一層感染対策を強化していただきたい。これまで のマスクの着用をですね、鼻顎を全部こう覆うということ、それから手洗いもですね、これまで以上にしっかりとしていただく、また換気等々に気をつけていただく、3密と言われていますけれども、1つの密でもリスクは高くなるんだということを今一度認識をしていただいて、ご自身それぞれが取り組んでいただくことが何より重要なんだと思います。
ご質問他にございますでしょうか。どうぞ。すみません、マイク。あ、そうです、投稿者の方です。はい、仙台市長選についてなんですが、これまで、コロナ対応に専念するので、詳しくお話しされてなかったと思うんですけど、まあ、2ヶ月になります。改めて、次の選挙についてのお考えをちょっとお聞かせいただきたい。告示までそういう時期ということなんですね。今、私はですね、ワクチンの受付がようやく始められたところです。そしてこれから接種に向けて動きが始まってまいります。そして今感染状況もこういう状況ですので、まずは市民の皆様方をいかに守れるのか、ワクチンの接種に向けて、いかに道筋をつけてですね、うまく回していけるのか、それをしっかりと見ていかなくちゃいけないというふうに思っております。はい、ご質問他によろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして本日の市長定例記者会見を終了いたします。お疲れ様です。ありがとうございます。